次は15分発急行常滑行き、電車は6両で参ります。金山、神宮前、大江、大田原、尾張横須賀、寺本、朝倉、小宮、新丸子、大野町、常滑行き、参ります。電車は6両で参りますが、前の2両はご覧いただけませんのでご注意ください。ドアが閉まります。
有料ですので、ホーム後ろの方には電車止まりません。ホームの中ほどからの発車です。普通深夜の行きご利用のお客様、水色の、失礼いたしました、黄色の電気のついた13番から19番の前でお待ちください。東京の電車21分発の普通電車新安行きでございます。新安行きの普通電車です。3号は神奈川、新潟、新潟、大津、桜、元高田、元高田、元高田、止まります。21分発の普通新安行きです。鳴るまでこの電車が先に到着をいたします。前後地理、牛田、新安城へは28分の急行東小崎行きが先に到着です。26番線の急行郊外駅は本日奈良は青山、北竹寺、武器、高和口、終点の高和への最終電車となります。大田川で向かいの普通電車の白半田駅は本日高横須賀、八幡新道、白沢、坂部、上台、半田口への最終電車となります。また大田川で向かいの普通電車の常滑駅は本日終わり横須賀から常滑までの最終電車となります。到着いたします電車26分発の急行高和駅でございます。この電車本日奈良は青山、北竹豊、富士、高和口、高和への最終電車でございます。新安城までこの電車早く参ります。金山の駅で急行高和駅にこの駅ができます。鳴海の駅で普通新安城駅にこの駅ができます。金山まで乗り換えの急行高和駅は本日高和への最終電車となります。鳴海で乗り換えの普通電車の新安城駅は本日左京山、藤松、一次への最終電車となります。ドアが閉まります。ご注意ください。本日、宮井、高への最終電車となります。
また、チルで乗り換えの発電車新安城行きは本日、牛田への最終電車となります。また、新安城で乗り換えの普通電車の東岡崎行きは本日、宇都、矢作橋、岡崎公園前への最終電車となります。到着いたします電車は35分発特急の広域でございます。金山、神宮前、チリ、新安城、東岡崎、宮城、河野沿いに止まります。一両で行くと新安城行きに、新安城では東岡崎行きにお乗り換えができます。でこの電車本日、宮城港への最終電車でございます。一両で乗り換えの普通新安城行きは本日ドアが閉まります。ご注意ください。この電車、金山まで早く参ります。金山までこの電車が早く参ります。神宮前、堀田、鳴海へお越しのお客様、神宮前、堀田、鳴海へは40分発、急行鳴海行きが先に到着です。普通、鳴海行き、発車いたします。43分発の普通電車、大田川行きは本日、豊田本町、
道徳大道庁市場会なお集落駅新日鉄前への最終電車となります。まもなく電車が参ります。43分発の普通電車太田川駅でございます。水色の乗車駅お並びのお客様からご乗車にご乗車ください。山王金山神宮前豊田本町道徳大江大道庁柴田縄集落園新日鉄前太田川順に止まってまいります。ドアが閉まります。19豊明駅は電車6両で参ります。6両のうち前の2両はドアが開きませんのでご注意ください。19の豊明駅5両のお客様は後ろの4両、青色の電気のついた乗車駅13番から24番の前でお待ちください。金山神宮前堀田鳴海有松中京競馬場前前後終点豊明に停まります。この列車本日有松中京競馬場前前後豊明への最終電車となります。お待たせいたしました。49分発の準急豊明行きでございます。金山神宮前堀田鳴海有松中京競馬場前前後終点豊明の順に停まってまいります。49分発準急豊明行き発車いたします。ドアが閉まります。到着いたします電車52分発特急東岡崎行きでございます。金山神宮前知立新安城東岡崎の順に停まります。本日知立新安城東岡崎への最終電車でございます。お乗り遅れお乗り間違いなさいませんようご注意をお願いいたします。
電車で通過いたしております。そのご注意ください。急行金山駅に発車いたします。